外壁の塗装作業は下塗り、中塗り、上塗りの工程で作業が進みます。最近では安全性と環境への配慮から水性塗料を使用します。塗装作業は塗料の飛散を防ぐため、基本的にはハケとローラーで行います。下塗りは素地と塗り重ね塗料の付着力を確保する重要な工程です。中塗りは上塗りの機能を十分に発揮させるための役割を果たします。上塗りは塗りムラをなくしきれいに仕上げるとともに、防汚や防カビなどさまざまな機能によって建物の保護と美観を維持します。次回の塗り替えまでの年数を左右する重要な仕上げ工程です。屋根の塗装は耐光性の問題から一般的には溶剤塗料が使用されます。塗装工程は外壁同様、下塗り、中塗り、上塗りと塗り重ねていきます。鉄部塗装は錆の進行による腐食を防ぐことが目的です。錆止め塗料で鉄部を保護し、中塗り、上塗りで仕上げます。